緑区は埼玉県埼玉市を構成する10区のうちの一つである。埼玉スタジアム2002が所在する。緑区は埼玉県埼玉市の南東部に位置する。区域は、おおむね、おまもく地区、三室地区、味噌の地区の各全域と柳田地区の北東部に相当する。関東平野の中に位置する。緑区は区の全域にわたって標高が低く、最も低い地点で、 海抜2.4メートル、最も高い地点でも、標高19.8メートルである。緑区の周辺では、綾瀬川や芝川、片谷川といった中小の河川に沿って谷底平野が形成され、これによって大宮大地が複数の次第に区切られている。このうち緑区の正半は、浦和大宮次第の東端部に位置する。その東側の区中央部には、芝川が流れ、 芝川定地を形成しており、さらにその東側は、鳩ヶ谷次第となっている。区の北東京には、綾瀬川が流れており、岩月区との境界をなしている。中央部に広がる見沼田んぼを中心に緑地が広がり、芝川や綾瀬川、見沼大洋水、アメク保洋水などが流れ、綾瀬川は、区の東源にあたる。見沼田んぼは、江戸時代に、神殿開発及び、 水害対策を目的として、見沼メ名を干拓して形成された。南部には、武蔵野線が通り、東部には南北に、東北自動車道、国道122号が通り、かつては、武州鉄道が走っていた。衆議院小選挙区のブロックは、埼玉第一区である。緑区の世帯数は、約5万世帯、人口は、約13万人である。 ミソのウィングシティの計画人口は3万人を超えるため、2021年頃の人口は14万人程度と見込まれる。2013年時点の年間収入1000万円以上の世帯が占める割合は12.05%となっている。これは埼玉県内の市区町村の中では浦和区に次ぐ第2位である。現在の大門地区には日光成街道の宿場である。 大門宿があった。旧浦和市時代に、見沼田んぼより、西の大地の多くの部分で、区画整理事業が着手された。昭和から現在までに、東浦和駅周辺や三室地区を中心として、宅地化が急速に進んだ。現在も事業が続き造成工事が行われている、エリアがある。2004年には、第二産業道路の中尾屋口館や、川口市内の区間が開通し、 渋滞に悩まされていた南北の交通がスムーズになった。市東部の福都心と位置づけられている浦和味噌の駅周辺では2001年から味噌のウィングシティの区画整理事業が始まり、計画人口は3万1200人と市内最大規模の開発が進んでいる。区名選定の際の住民投票では、緑区は6候補中5位であったが、1位と3位にランクインしていた。 浦和東区や東浦和区は旧市名が入っており、好ましくないと判断され、2位の味噌の区は、旧、位味噌の村の村域を現在の区域がそのまま受け継いでいないことなどを理由に除外され、4位の東区は岩月市が埼玉市との合併を希望していたことなどを理由に除外されたために緑区が採用された。緑区成立後から毎年4月1日の人口。 住民基本台帳人口より、緑区では一部の地区で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。プラザイースト、浦和みその駅東口複合施設、イオンモール、浦和美園浦和倉市の博物館民家園埼玉市立浦和博物館、氷川女体神社見沼通り、船堀浦和塾本陣表門浦和みその駅、浦和名の 星女子高校浦和学院高等学校浦和市、浦和市出身の著名人も参照。ありがとうございます。